急降車か。いかにもって感じだよね。で、ここにはどんな噂があるの？やっぱ幽霊とか？ちょっと待ってね。急降車は床板が腐ってて、歩いてるだけでも床が抜けるんだって。階段でも何でもないじゃない。うん、あ、続きがあった。前にね、床を踏み抜いて怪我をした生徒がいるんだって。それが大怪我で、その怨念とか。ううん、軽いかすり傷だったみたい。ダメじゃん。ところが1週間もすると傷口が腫れてきて、足首までパンパンに膨らんで。なんか話がおかしな方向に。こりゃいかんと、当時の保健の先生が傷口を開いてみたら、そこからはシロアリの幼虫がブワーッと。うわぁ、おそらく傷口から入った卵が帰ったんじゃないかって。それ以来急降車はしばらく立ち入り禁止に。怖かったけど、それって階段じゃないよね。全然違うわよ。それより早く出ましょう。そんな話聞いたら気持ち悪くて。あ、そんなに乱暴に歩くと。いやいくらだね。先生はもう帰ったのかな。保健室にもやっぱ噂話があるの？うんとね、名付けて血塗られた保健室だって。ある生徒が夜中に保健室に来ると、床一面に血だまりができていて。ありがちね。やっぱり作り話かな。決まってるでしょ。本当だったら大問題になって。へっ！どうしたの？なんか液体を踏んだような感触が。まさか。ヒロモン？きっと水か何かがこぼれてるんだよね。そうだよ。そうに決まってるよ。とりあえず明かりをつけるよ。誰かいるの？あら、あなたたち。脅かさないでよ。こんな時間にここで何をしているのかしら。みんなで肝試しを。肝試し？うん、なるほどね。それより床に水がこぼれてるよ。掃除していきますね。電気つけます。待ちなさい。え？
電気をつける前にこの香水を嗅いでもらえる？香水なんて後でも。うん、あれ、ニケちゃん、どうして？急に眠く。来なさい。起きなさい。あれ。頭がクラクラする。おはよう。よく眠れた？保健室よ。三人揃って寝てるんだもん。びっくりしたわ。寝てた？私たち。肝試ししてて、それで、夏休みだからといって、あまり遅くまで出歩いてはダメよ。ごめんなさい。さあ、今日はもう帰りなさい。他の先生には内緒にしといてあげるから。はい。それじゃあ失礼します。どこから話が漏れたのかしら。もう少し慎重にやらないとダメかしらね。音楽室か。やっぱ一人でに楽器が鳴ったりするの？うん、壁の作曲家の絵、夜中になると目が光るって書いてあるよ。ああ、そっちか。でも、もうオチは読めたわね。え？ほら、やっぱり目のところに画鋲が刺さってる。なるほど。どこにでもいるよね、こういういたずらするやつ。いきなり分かっちゃうとつまんないね。でも怖い思いするよりは。とりあえず外しておく。な、なに？画鋲を抜いたら血の涙が。目から涙、本当だ。待って、これって。血じゃないよ。錆びた水みたい。あ、そうか。画鋲が刺さってたとこに水が入って。ニケ、大丈夫だよって言っちゃったか。この絵、どうしようか。綺麗に拭いておく。でも、せっかくの階段がなくなっちゃうのも寂しいかな。それじゃあ、このままにしとこう。ニケにも内緒に。
暗くてよく見えないな。ここには何があるの？夜中になると歌い出す骨格標本があるんだって。ずいぶんベタな階段ね。どうしたの？そこ、人が倒れてる。え、どこ？ロクシスじゃない。ちょっと、生きてるんでしょうね。気絶してるだけみたい。口から泡吹いてるよ。なんでこんなとこで気絶してるのかな。幽霊を見てびっくりしたとか。まさか。とりあえずどこかに運んでおこう。大丈夫、平気でしょ。ダメだよ、こんなとこで寝てたら風邪ひいちゃうし。もう人がいいんだから。大体見終わったかな。うん、メモに書いてある場所は全部行ったよ。あんまり怖いとこはなかったね。まあ暇つぶしにはなったかな。やっとかかったか。待ちくたびれたぞ。ん？お前たち、なぜここに？なぜって、肝試しをしてきたんですけど。それより、今の悲鳴、聞きました？ああ、てっきりお前たちの声かと。どういうことだ。うちらに聞かれたって分かんないよ。とにかく行ってみよう。おかしいな、脅かす相手を間違えたのか。今悲鳴が聞こえたけど。どうしたらいいのか。突然出てきてそのまま連れてかれて。落ち着いて、最初から話してみて。私ね、リグスを肝試しに誘ったの。そのついでに幽霊を探そうって二人でうろうろしてたんだ。そうしたら突然モンスターが現れてリグスを連れてっちゃって。それをぼーっと見てたの？いきなりだったんだもん。それに怖くて動けなくて。それでリグスはどこに連れて行かれたの？資料館の奥に。いや、女の子一人で追いかけろってのに言ったけどね。私たちで探しに行こう。急ごう。予期せぬアクシデントだな。だがこれはこれで面白い。